で、この今見せてるのが工具編の途中ですけど、戦争においては兵員が多ければ良いというものではない。兵力を過信して妄信するようなことをせず、戦力を集中させ敵情を読んで戦えば敵を屈服させるに十分である。そもそも彼我の戦力分析もせずよくもせずよく考えもしないで適当に侮り軽はずみに動くようでは敵の捕虜にされるのがオチである。兵は蜂起を 戦するにあらざるなり。ただ武心することなくもって力を合わせて敵を図るにたらば 人を取らんのみ。それただおもんばかりなく敵を侮る者は必ず人に虜にせられる。 これね、日本語の訳っていうのは、戦力を集中させ 妄信するようなことをせず、戦力を集中させ敵情を読んで戦えばっていう 言い方してますけど、英語は違うんですね。どう違うかって、 If your troops are no more in number than the enemy、 これはいいですよね。That is amply sufficient。 それはそれで十分だって、ちょっとこれ、ちょっとノットがつくべきでいるような気がするんですけど、まあそれはそれでそういう言い方するんでしょう。It only means that no direct attack can be made。 それはですね、それは直接攻撃してはいけないってことを意味してるんだよと。要するに数が少ない時は直接攻撃するなっていうことを意味してんだよと。What we can do is simply to concentrate all our available strength。 我々できるのは使える力をね、単に集中することだと。Keep a close watch on the enemy。 close watch ですね。Keep a close watch on the enemy。 で、次が違うんです。 And obtain reinforcements。 そして援軍を得ろと。人を取らんのみっていうのは援軍を得ろと。彼が言ってるのは援軍じゃなくて敵情を読んで戦えば敵を屈服されるに十分であるっていう、そういう言い方してるんですよね。でも、なんか人を取らんのみっていうのは まあ、この英語の方が正しいような気がする。He who exercises no forethought。 forethought、 前読みする。He who exercises no forethought。 forethought but make a light of his opponents is sure to be captured by them。 まあ、そういうことですよね。ですから、おもんばかりなく敵を侮る者は必ず人に虜にせられるっていうことをその通り訳してますよね。で、その前の段がですね、これ違うんですよね。ですから、我々できることはですね、アベラブルストレングスをコンセントレートする。兵力を過信して妄信するようなことをせず、兵力を過信して、No direct attack can be made。 兵力を過信して妄信することをせず、戦力を集中させ敵情を読んで、 available strength simply to concentrate our available、 敵情を読んで、で keep a close watch、 敵情を読んで敵を屈服させるには十分である、じゃないんですよね。だから、アンプリーサフィシェン、十分に、アンプリーって十分に、サフィシェン十分だ。これ、自分たちの兵力が敵に対して多くないとしても、それで十分だ、戦うのには十分だっていうんですかね。いや、違うと思う。これ英語はそうじゃないんだよ。そうじゃないんだよ。これは、What we can do is simply to concentrate all our available strengths, keep a close watch on the enemy, and obtain reinforcement って言ってんだよね。なんで、その、
少なくても数が少ない多くないとしても相手を倒すのには十分だと。それはなぜどういうことかというと、直接攻撃をするというわけではなくて、その自分たちの強みをこう、戦力を集めて仲間を増やしてという流れですかね。いや違うの、これリインフォースメントって援軍って意味です。はいはい、援軍だから要するに自分たち戦わないで援軍を待てって言ってるんですよね。人を取らんのみっていう解釈は、これは日本文は人って敵っていう解釈してるけど、これは味方って英語の方訳してるんですよね。武士にすることなくもっと力を合わせて敵を図るにたらば人を取らんのみ。だここではだからオブテインリインフォースメントって援軍を待てと言ってんだよね。要するに兵大きを益とするにあざなり。僕はこれ中国的に考えればさ、兵が自分敵軍より少ない時は戦うなって孫子は言ってんだよね。だけどここではその役は日本的な役になってて、兵が少なくてもね、兵が少なくても戦力を集中させれば勝てるはずだって言ってんだよね。これは日本的な発想なんですよね。中国的な発想だったらば、兵が多い、敵の方が兵が多いんだったらば、敵のよく観察してね、戦うなって援軍を待てっていうのは中国的なんですよね。そっか、屈服させるとは書いてないですね。え？屈服相手にするっていうふうには書いてないですね。敵を図るって。だからこれ日本語、例えば日本人的な発想だったらね、その戦力を集中させて戦えば敵情をよく読めば勝てるだろうっていうふうな解釈ができるかもしれないけど、孫子的な発想だったらば、自分の兵力を過信して猛進しないで敵をよく観察して援軍を待てという、そういうことなんですよね。だからこっちの方が正しいような思いがするんですよ。だからあと英語よくわかんないの、 This is amply sufficient って言ってんだよね。どういう意味だかよくわかんない。だからそれはただ直接攻撃をするっていうことを意味してるのではないと。まあ、攻撃するなって言ってるんだよね。これは日本語は正しい、過信してっていう。だから日本語はだから過信してって訳してんだよね。 That is amply sufficient。 これなんだろうな、意味は。アンプリって十分なって意味なんですよね。あんまり使わないけど、十分すぎるほどアンプル、十分すぎるほど十分だ。It's not mean that no direct attack can be made。 まあ直接攻撃をすることを意味してんじゃないと。だからということはもう十分すぎるほど当たり前だっていう意味なのかな。
十分だって意味なんだよね。だから本英語の書き下し文の方の最初の兵は大きを益とするにあらざるなりっていうのは多ければいいってもんじゃないよっていうんですか。うん、そう、兵を益することにあらざる、兵は多くあればいいっていうもんじゃないよって、この英語の書いてある通りですね。うん、で今この「That is amply sufficient」ってちょっと今書き直したけど、あの直接攻撃をするっていうことを意味してないというのは十分すぎるほど十分なことだよねと、うん、っていう、そういうふうに僕は今解釈しましたけど「That is amply sufficient」以下のことはもうそれはもう自明だよねって、そういう意味です「amply sufficient」って。ああなるほど、あはい。で、It only means that no direct attack can be made. だから直接攻撃をしないっていうことを意味してるってことは分かってるよなと。ああ。ということなんですよね。だからこれはだから、ただ武士にすることなくっていうことですよね。ああ。もって力を合わせて敵を図るにたらばっていうのは、もって力を合わせてっていうのは、What we can do is simply to concentrate all our available strengths. Keep a close watch on the enemy ですね。明るいにたらば人を取らんのみっていうのは And obtain reinforcements 援軍を待ちなさいと。でその時にもしね He who exercise no forethought but make light of his opponents is sure to be captured by them。 だからただそれただおもんぱかりなく敵を侮る者は必ず人に取り組みされるっていう、そういうその通り訳してるんですよね。こう人を取らんのみの解釈が日本語と違うんですね。ですからあの兵力を過信して精進するようなことをせず、まあだからまあちょっとそれあの丁寧訳せば兵力を過信して猛進するようなことを意味してるだけではなく、意味してるのではなくて戦力を集中させ、戦力を集中させ、敵情を読んで援軍を待つべきであるというのがなんか正しいような役のような気がするんですけど、あの全然意味が役が違いますけどね。これ一番大事なところなんですけど、肝心なところを。この日本語は誤訳してるような気がするんですよね。これ日本語読んだ人はあの敵を兵力を過信して猛進することなく敵をの戦力集中され敵情を読んで、でそれであの敵情を読んで、であの精神力で攻めれば必ず勝つことができるって訳してますけど、それは日本軍ですよね。中国軍はそんなこと絶対しませんよね。だから、敵を戦力分析してね、その戦えば必ず勝てるって、そうじゃない。で敵情を読んでね、そのあの兵力少ないんだったらじっと我慢して待って、ね、援軍を待てと、こういうふうなことなんですよね。だから、よく日本人がやるのは何でもそうですけど、もうこれしか、あのなんていうか、手駒がないんだから。もしくは俺たちの分はこれしかいないし俺しかいないんだからなんとか頑張って勝とうみたいなことを日本人よくやりますけど、孫子は決してそんなこと考えないですよね。兵は王旗を益とするにあらざるなりっていうことで、あのあなたの軍隊が敵よりも数で少ないんだったらば、あの武士にするなって、要するに戦うなって言ってるんですよね。うん、だから今の限られた兵を温存してじっとして待てと、そしてあの援軍をオブテインリインフォースメントって言ってるんですよね。人を取らんのみと。だからこれはやっぱり中国の感じの考えのも根幹ですよね。最後のところはさっき宇野さんが言った兵が少なくて劣勢なのに精神論で勝てるみたいな思い込みはするの
ということですね。そう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 です。そうです。だから日本人はよく玉砕が大好きなんですけど、孫子は全く真逆ですね。中国人はこうやって戦わないですよね、日本人みたいに。だから日本人は弱いって、精神が惰弱だっていう中国によく批判しますけど、そうじゃないんですよね。もう何千年前からそういうふうに言ってんですよね。戦うなって言ってんですよね。で、日本語の訳はその援軍待つんじゃなくて、戦力集中させて戦えば必ず勝てるっていうふうに訳をしてんですよね。これ孫子を戦前の人がこれを読んでやられちゃったんですよね。怖いですね。学者の罪は大きいですよ、これ。そういう精神構造からそう読み取ってしまうっていうことなんです。そうです。僕は中国長いんでね、そういうふうには取れないんですよね。それ日本語読んで、あ、おかしいと思うんですよね。中国人がそんなこと言うわけないよね。なんで日本人はそうやって玉砕したがってしまうんでしょう。そういう破滅的な方向に自分の命をあえて持っていっちゃうんですか。やっぱり一つはやっぱり島国という文化でしょうね。ですから中国だったらこんな戦も何千年もずっとやってきてるんで、兵が少なきゃ勝てるわけないっていうのはもうそもそも頭にこびりついて、日本人はそんな寝返りに戦いやってるわけじゃないから、兵が少なくても勝てるかもしれないっていう思い込みが強いんでしょうね。中国の場合にはもういろんな民族が、北京から100キロ離れたらもう異民族みたいな国ですから、わざと言葉を変えたりしてるんですよね。でそれを年がら年中その戦いって殺されたり やられてきて、中国の周りからも切ったんとかね、いろいろこうモンゴルとか攻めてこられてやられてるわけですよね。でそういうことを知ってるから、もう兵隊が少なければ戦わないっていうのはもう鉄則なんですよね。で日本人はそんな経験ないからさ、敵軍が攻めてきても、いや一生懸命頑張れば勝てるかもしれない、でも10倍の敵かもしれないし30倍の敵かもしれないって、もうそれ逃げろっていう、そういう発想が日本人にはないんですよね。で中国にはそういうことが分かってるから、もう武士にするなと。で力を合わせてね、敵を図るってことは敵情をよく読んでね、逃げろと、で援軍待てと言ってるんですよね。だから 1.2 倍とか 1.5 倍なら2倍なら勝てるかもしれないけど、10倍かもしれないぞと言ってるんですよね。なんか確かに日本って歴史を勉強するとき、まあ勉強というか、なんか日本人が好む話って圧倒的に少ない人数だけど、なんかこう奇策を使って勝ったとか、あるいはその大勢に囲まれても最後まで降伏せずに、なんか最後まで勇敢に戦ったとかして、なんかそういう話をこう美談に従いますよね。うん、そうですね。だからそれは中国じゃないんですよね。それは美談じゃなくて、そういう状況に追い込まれて戦わざるを得なくなってしまったのは、そもそもその作戦ミスだみたいな。あ、そう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 。いやもう孫子の場合、作戦ミスだったら逃げろって言ってるんですよね。